皆さんこんにちは。小学5年生ですね。新小5の算数です、それから国語も確認していきたいと思いますが、まずその前にテキストのちょっと確認をさせていただきます。テキストはこちらの算数のテキストですね、それから、国語のテキスト、そして、漢字のテキストというね、3冊のテキストが入ってますので、必ずですね、こちらの3冊のテキストは、持ってくるようによろしくお願いします。それから、算数と国語なんですけれども、算数のテキストも国語のテキストの中にも両方ともですね、この確認テストとそれからテキストの答え入っております。で、テキストの答えに関しては、まあ、なくさないようにしっかり持っててもらいたいんですけれども、例えば今回ですね、整数と小数の内容をやっていきまして、まあ、10から11ページの問題をちょっといくつかピックアップしてやらせていただくんですけれども、それ以外にもやってない問題ありますので、そちらの方はもうやっていただいて、どうぞやっていただいて大丈夫です、ね。そのやってもらった問題をですね、どうぞこの答えを見て丸付けしていただいて構いませんので、今回やったこの整数と小数の問題の中でやってないところはズバリねやっちゃってですね、丸付けも、しちゃってください。で、ただ先には進まないようにお願いします。次のね内容の分野には入らないようにね。これまた次の授業で使いますので、そんなわけで、授業の内容でやったところで、やってない問題ですね、それはやってもらって OK です。そして確認のテスト、確認です。これはもう自由に進めちゃってくださいね。中に答え入っています。こちらの方も中に答えついていますんで、まあ、どうぞもうこれは自由に進めていただいて OK ですので、まあ、学校の実習面とかでもし使えるようでしたら使っていただいても OK ですね。どうぞこちらは好きに進めちゃってください。国語も同じです、ね。やってないところの問題はやっていただいて構いませんが、先には進まないように確認テストも自由に使っちゃってください。はい、というわけで今日はですね、10ページ11ページの内容ですね、まとめの問題になるんですけれども、この中から、ちょっといくつか拾ってですね、整数と小数の内容を紹介していきます。まずですね、738っていう数字があるんですけれども、まあ、これはですね、ちょっと掛け算と足し算の式に表しますね。100×10×1×1× ですね。どういうことかなっていうと、まあ、つまるところ100の位の数字がいくつですか、10の位の数字がいくつですか、1の位の数字がいくつですか、ね、そういうことですね。ということは100の位700なんですから、700っていうのは 100×7 で表します。10の位3ですね、30ですからね、 10×3 で表します。で、1×8 で8という形で、まあ、こんな風に振り分けていただければ OK です。ですので 5.02 って小数点ついてるけどやり方は同じです。1の位が5で、0.1 の位は0なんで、これそのまま、0って形でね書いてもらってましょう。で、0.01 の場合は2っていう形ですね。で、2番はその逆番長ですね。はい、今度は式があるんで、これをちゃんと合体させてね、足し算して、整数に直します。まあ小数ですね、正確にはね。100×3 なんで、ここ集まるところ300ですよね。足す 10×2 で20ですね。足す 1×0 は0、足す 0.1×2 で 0.2、 足す 0.01×5 で 0.05 ね。まあこれを合わせてもらうといいですね。はい、そうするとですね、320.25 という答えが出てれば OK です。 320.25。 はい、で次は 1000×5 ですから5000ですね。 100×3 で、300、 10×0 は0で、 1×4 で4、 0.1×8 で 0.8 で、 0.01×1 で 0.01 ね、ということなんで 5304.81、 ちょっとすいません、右に行っちゃいました。 5304.81 という形で答えが出れば OK です。まあ、なんでそんな難しい内容じゃないですね。で、次、10倍とか100倍とか10分の1とか 100分の1とかって形ですね。はい、こちらの方に関しては、この 5.7 を10倍した数字はいくつですかということです。つまり 5.7×10 ということですね。はい、その時はこの0の数だけ小数点を右に行きます。右に動かしますね。小数点を右に動かしますね。0 1個なんで1個動かします。だから
57。ね。100枚の時は、これ小数点ここでスタートですね。1、2って2つ動かします。なんで、570。まあ、こういうことですね。で、18っていうのは、割る10ってことなんで、位を小さくしますんで、小数点は左に動かしてください。ですので、10分の1なんで、1個左に動かします。0.57。100分の1は、1、2個動かします。0.057 ということですね。はい。23.18 も100倍ですから、1、2と右に動かしますね。2318。1000倍だったら、1、2、3ですね。23,180 と、こんな形になりますね。はい。100分の1でしたら、左に動かします。左にね。1、2。ということで、0.2318。1000分の1だったら1、2、3個ね、0.02318 ね、まあそういう形で動かしていただければ普通に答えてきますので、こんな形でやってみたらどうでしょうか。はい、というわけで算数ちょっとここまでにしまして、この後漢字のね、内容です。国語の漢字の方でやらせていただきますので、よろしくです。では画面変わります。チェンジです。はい、ではですね、5年生の漢字やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回テキストの2ページで4年生の復習の漢字の書きですね、ちょっとまあご覧の通り量が結構多いんでですね、授業では1回飛ばしちゃいましたんで、こちらの方ですね、動画で改めて、確認させていただきます。ですのでちょっと2ページの漢字の書きですね、大問2番なんですけど、入れてなければ一度ちょっと入れてみてくださいね。で、入れてから、こちらの動画見ていただければいいかなと思うんでね、書けそうなところはまず書いてみてね。で、それからですね、あと皆さんにちょっと伝えておきたいのは、この2ページの4年生の復習の次のですね、4ページと5ページね、これ4年生の復習丸2っていうのがあるんだけど、これもやっちゃっていただいて構いませんので、どうぞやっちゃってください。まあ宿題とかじゃないんですけれども、よかったらぜひやってみてください。答えついてますんで丸付けしちゃっていいですからね。で、そんな形ですね。なんでそこですね、4ページと5ページはやっちゃってもらって OK です。はい、ではですね、すいませんが、こちらの漢字の書きやらせていただきます。まあ書けましたらどうぞ、再生していただいて、一回止めちゃってもいいかなとかね、チェックしてみてください。はい、じゃあ配給から参りたいと思います。配給ですね。はい、こちらの配給ね、食べ物配るということですね。はい、それから国民、はい、続けて隊長、はい、4番児童、ですね。はい、何が付けられましたか。はい、続けて5番北極、はい、それから徒競走、走るやつですね、運動会ですね、徒競走、はい、そして三輪車、はい、陸地、配給、国民、隊長、児童、北極、徒競走ですね。
という形で、漢字を書いていただきましたので、どうぞ丸つけチェックよろしくです。はい、というわけで本日の動画はここまでになりますね。また来週お待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。ではではまた、じゃあね。